3月15日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。3月15日生まれの方は積極的で豪快な人だと思われがちですが、本来はとても繊細な方です。それを内に秘めていますので、周囲にはあまり気づかれません。人に対して興味を持ち、よく観察していますので、客観的にアドバイスができる助言者としての素質を秘めています。決断力に恵まれた情熱的なリーダータイプの方で、社交的でどのようなタイプの人に対してもフレンドリーに接します。豊かな想像力は持って生まれた洞察力の深さと直感力の鋭さによるものです。自分にとって必要なものと不必要なものをしっかりと理解し、的確に選択していきます。その才能は自分自身が有利に生きていくために遺憾なく発揮することができます。思いやり深く広い心を持った博愛主義者でもあります。本来は積極的に実行力を発揮する方なのですが、人を気遣う優しい心がそれを阻害してしまうこともあります。人を思いやる気持ちは大切ですが、時としてストレスのもとになったり、発展の足を引っ張ったりすることにもなりかねませんので、ほどほどを心がけてください。努力を厭わない向上心の高さがありますので、教養を身につけ、心身を鍛えて切磋琢磨することで、より多くのものを得られます。豊かな想像力を駆使して、多くの新しいアイデアを世に広めながら、自分自身を表現することで名声を得たいという気持ちの強い方です。後ろを振り返ることがめったにありません。そのため少々落ち着きに欠ける場面も出てきます。また一方では心配性な性質もあり、前向きに行動するときと慎重になりすぎてしまうときの差が激しいという特徴もあります。こういった精神面の調整ができれば、本来の能力を最大限に生かすことができます。周囲の人からは積極的で豪快な人だと評価されがちですが、本質はとても繊細で、細かいところにまで目の行き届く方でもあります。しかしそういった面を表に出すことはほとんどありません。基本的には人に優しく、自分には厳しい方です。しかし稀にその厳しさを他人に向けてしまうこともあります。その人のためを思って、つい厳しい言動をとってしまうこともあります。行き過ぎると衝突してしまいますので、ある程度のアドバイスを与えた後は見守ることも大切です。厳しさと優しさのバランスをうまく取ることで、頼れる人物という評価がより一層アップしていきます。情熱で突っ走ってしまうところがありますので、少々飽きっぽい面もあります。最後までやり抜く意志の力は強いのですが、気持ちの方が別の方へと向かってしまい、集中力に欠けてしまうこともあります。運勢アップのポイントは粘り強さを身につけることです。恋愛運、
人を愛することが当たり前のようにできる方ですので、思いやりを持ってパートナーに尽くす傾向があります。献身的な態度に相手も愛を感じ、それを返してくれようとしてくれます。しかし、あまりに与えることが多くなり、バランスが崩れると相手の心が離れていく原因にもなりますので、注意が必要です。人間関係はあなたの人生の中で重要なキーワードとなっており、それは恋愛でも大きな役割を果たします。それを意識せずとも心の奥底で十分に理解していますので、相手が何を求めているのかを瞬時に理解する能力に長けています。パートナーに対して真面目で頼りになる存在ですが、相手をコントロールしようとしたり依存しすぎたりする傾向がありますので、関係をうまく長続きさせるために自分自身の感情をうまくコントロールする心がけが必要となってきます。好きになった相手を理解しようとする前に、まずは自分自身のことを理解しておくようにしてください。また相手を大切に思うあまり自分を犠牲にしてしまうことがありますので、自分をいたわることも大切です。仕事運、野心家で生まれつき素晴らしい表現力を持った方ですので、エンターテイメントの世界に適しています。特に演劇などでその才能を発揮し、成功の階段を駆け上がっていけます。政治の世界でも十分に能力を発揮するだけの力を持っており、人と関わる仕事に向いていますので、心理学の知識を生かしてカウンセラーなどの仕事でもうまくやっていくことができます。情熱とリーダーシップを生かしてチームをまとめていく力や管理する能力もありますので、組織のトップとして活躍する可能性も秘めています。法律や教育、執筆関係の仕事でもその知識力を生かして存分に才能を開花させていくことができますので、あなたが望めばほとんどの仕事はうまくこなしていくことができます。しかし、あれこれと手をつけるとどれも中途半端に終わってしまいますので、注意してください。あらゆる選択肢の中から自分が本当にやりたいことや最後まで情熱を持って成し遂げたいと思える職業にチャレンジすることで、やりがいを得ながら楽しく仕事をしていくことができます。金運、コツコツと努力を重ねて貯蓄を積み上げることも、一気に成功の階段を上って大きな財を成すことも可能な方です。金運に恵まれていますので、人生の中でお金に苦労することはほとんどありません。しかし、大金を手にすればするほど使い方も大胆になり、結果的にあまり手元に残らなかったなんてことになる場合もありますので、お金に関して注意してくれる存在が必要です。また自分自身の欲を満たすだけのためにお金を使っていると、すぐに流れていってしまいます。お金を使うという行為自体は同じですが、愛を持って他者のために使うことができれば、金運がさらに上がり、徐々に手元にも残るようになっていきます。ここでも金運のためにお金を使ったり期待しすぎたりしないようにしてください。偽善から来る行動は金運に限らず、あまり効果が期待できません。以上、3月15日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。